どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。肉を食べるのが肉バルだったらサバイバルだったらサバの胃を食べるのかな。今日の動画終わりですやめてね、外撮影楽しすぎてささやさん得意の外撮影じゃないですかね。ということで、はい、今回ですね外にいるんですけど、はい、もう時間も夕方、音聞いてもらえると分かる通りセミがいっぱいいます、はい、ということは、はい、外です。分かってる、一生回る同じとこで。いや夏ですからね、はいはい、しかも夏の外です。外です。セミが聞こえます、ね、また怖い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 、永遠に進まない永遠に進まない今回は、はい、こちらね、あの千葉県のとあるねサバゲーフィールドをお借りしてるんですけども、うん、はい、サバゲーフィールドで何をするかというと、はい、花火します。ドパンということで、今回やってる企画はこちら、こちら花火でお絵かきしてみた。危険行為は行いません。はい、当然ね花火でお絵かきってなんぞやというわけですよ。まあそういうことですね、うん、あの花火を使って焼き目をつけるとかウッドバーニングみたいな、そういう話ではない。そうだと思ってたんだそういうことでもありません、はい、で花火をたくさん集めて、うんうん、シュワーってやった瞬間にそれで色作るとか、そういうのでもありません。あー、じゃあ、あの打ち上げ花火作ってみでかいでかい急に数千万規模の予算になったから、1000円ぐらいあれば誰でもできる企画です。あ、すごい。 あとカメラが、あ、カメラが20万ほどあれば、まあ、いや別にどんな規模のカメラでも大体はついてるし、最近はスマホでもついてるんですが、はい、今回、はい、長時間旅行っていうのをやりたいと。長時間旅行、長時間旅行ってどういうのかというとですね、長時間旅行ハリーポッターみたいじゃない違うの。バルブってあるんですけど、そのバルブモードカメラについてて、うん、カメラ今これ撮ってる時ってシャッタースピードっていう概念がカメラにあるんですけど、はい、あれでしょ、こう、うん、なんかこうあの光を入れる、はい、あの量、まああのそういうこと、まあ40点ぐらい結構撮ってるね、まあ、あ、いいんだ、それぐらい撮れたらよかったんだあの光を入れる量っていうのは間違ってないんだけど、うん、この映像って大体こうさ残像が映るわけじゃん、こうやって。あ、そうだね、そう、はい、素早い動きをすると残像ができるわけよ。これ2人見えるでしょ見えないよ、これ編集で2人に増やしといてほしい、こうやってふざけんその手間知らずに今はこれはシャッタースピード50分の1、うんうん、映像の時はだいたい50分の1か60分の1で撮るんですけど、はい、60分の1、50分の1だとこの程度の残像しかね残らないんですけど、これが、はい、ちょっと映像でできる限界値いきます。今これがシャッタースピード4分の1の世界ですなんかマトリックスみたいな、なんかとんでもない残像が今、さやさんすごい、今我々なんかすごい早く動いてる、見える見えなくもない、うおちょっと早く動きすぎた、あの前だったらもうちょっと早く動きすぎたフラッシュとかそういう話じゃないから、うん、今分かったでしょ、残像が見えるということはその分光をたくさん取り込んで、はい、像を残し続けることができるわけですよ。おこれを今4分の1なんだけど、うんうん、もうバルブっていうモードでシャッター押し続けてる間はずっと光を取り込みますっていうモードがあります。そこで花火の軌跡を残したら、それって線になるのではということは絵が描けます。ということで長時間録音後やっていきたいと思いま す。ルーモス光よ、うわ見てゲーさん、ドギューンパ、何してんの、謎の映像を入れた震えてほしい、今アイキャッチに使われてたの、うん、ドギューンパ、何してんの。さあということで、まあこんなことしてるとどん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 暗くなって、あ、でも暗くなっていけばいいのか今回は。まあね、それもなんだかちょっとメンタルやってきたい明るくなってよじゃあやっていきますか早速。はい、ちょっとでもただいきなり花火でやるとちょっとねちょっと怖いので、うん、まずはさっきさやがね、このこちらです、はい、マジカルステッキ、はい、こちらのマジカルステッキを使ってまずはちょっと練習をしてみようかなと。はい、眩しい。じゃあさやさんまず練習しますか。はい、いいよ、僕ここでじゃあ撮りますよ。お、お願いします、はい、今からここでこのバルブモードってやつでサヤが書き終わるまでシャッターを開けっぱなしにすると、はい、いきます。はい、はい、いきます、お願いします。 OK、 いくよ。お、書けるかな、練習どうなるサヤさん。あー怖い、うまくいくか。これちなみに後ろにゲンさん横切ったらどうなんだろうね、ゲンさんの残像も見えんのかなさあいけるんでしょうか。さあサヤさんがこの辺書いてる後ろにゲンさんが横切り、はい、終わり。 OK です。
さあ、はい、どうなるか。何あって何あって何え、あの大事な部分を忘れてしまった。あ、魂と言える部分を書き忘れてしまったんだけど。さあどうなるのか。怖いで結構ちゃんと怖い。じゃあさやさんの撮ったやつこうなりました。せーの。おー、すごい。え、すごい、わかる。すごくない、すごくない。確かに大事な部分ないわ。え、結構、え、いなんかさ、ダバ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 ってめっちゃ走ってる感じになってるけど。あと顔の光り方えぐいの。パーンってなって、パーンになってる。弱き心。そう、弱き心。すごい。え、すごい。これお題伝えられてるからもう勝ちだね。ね、え、すごい。え、やばいよ、うん、めちゃめちゃすごい。え、結構練習でうまくいってないこれ。ね、僕もやらせてください。ちょっとめちゃめちゃやりたいこれ。じゃあゲンさん、あの天から落ちたメカ女子でお願いします。じゃあ行くよ。練習だっつってんだろ。なんでレベル100なんいきなり。行くよ。行きますよ、はい、はい、スタート。いいよゲンさん、輝いてるよ、ペンが。いいよ。え、待って、めちゃめちゃむずい気がするこれ。あ、もうダメ、もうわかんない。もう何がどこにあるのかさっぱりわからん。え、これ普通の絵描くの不可能じゃない。うわ、え、なんかつけたり消したりやって、なんかすごい、なんか頑張ってるじゃない、あの人。なんかお、オッケー。あの自分が今どこ描いたか忘れちゃった。いや、そうそう、なんかこうキャンバスがあるとして、どこにこう描いたのかっていうのが分からなくなってくってのが、ね、すぐ分かんなくなる。え、怖いな、ドキドキするわ。どうする、全然違う人が映り込んでたら。もう一番怖いわ。もうアートどころじゃなくなるわ。なんかこの辺になんか誰かいるみたいな。来た、行きます。はい、おー、え、すごい。でもやりたいことは分かりますよ。惜しいな。すごいすごい。これやっぱ女子を描こうとしてますね。女子を描こうとしてるんだけど、うん、あ、でも目と鼻と口と、はいはいはい、輪郭までうまいね。そうだね、それはいけるね、うんうんうん、なるほどね。すごいすごい。あ、でもこれさ、最初の練習にしては、うん、結構いい線いってる。結構いい線いってる。ちょっと怖かった、これね、うん、左右対称を取るのが鬼むずいわ。いや、まあね、だから左右対称を取ろうとしない絵を描いてみるわ、うん、自分のメガネにグリッド線引いてきた方がいいんじゃない。確かに、メガネにグリッド線だったら完璧だ。これでじゃあ次。すごい。で、振ってください、振ってください。わわわわわわわ、ほら、サイリウム。サイリウムです。そう、なんとですね、あの花火の前に一回サイリウム挟もうと思って持ってきたんだけど、うん、これめっちゃ良くない？こういうやつでしょ。そう、あ、すごいすごい、もう楽しい、見た目が。こうやってやるやつでしょ。うん、オタゲーのやつね。いや、いいですね、いいですね。え、初めて持ったんだけど。いや、ちょっとリベンジしますわ。はいはい、大きく描けます。大きく、うん、いきます。うん、OK です。今最後、あとそれが多分やばいと思う。最後それやばいことしたな、今。それ絶対やばいわ。うそ、絶対最後残った、その奇跡。すごい楽しい、これ振り回すの。なに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 、なんでこうなるのかわかんないけど。はい、せーの。ジョンジョンって、なんかすごいこっちに来てる。ボーンって、なんか霊体になったさやさんがこっち向かってきてる感じになってる。ね、さやの波動なんだ。これあれか、あの光だったら光、光量足りてたけど、この光量だとこの設定じゃ足りないんだ。そういうことか。なるほど。おもろ。ちょっと僕の方で設定変えてリベンジしますね。あ、さあではですね、いきますよ。ゲンさんはちゃんと、お、マイカラーじゃん、マブ。バカやってないでさ。バカやってないでさ。はい、かけよ。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワ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 。ギロ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 クワクワクワ。楽しそうだな。いきます。あ、よーい、スタート。はい。これで失敗したらちょっとまた。これで失敗したらサイリウム鼻に突っ込みます。リスキーすぎる。なんでこんな楽しい撮影なんや、重たいの。さあ、ということで、僕のサイリウムの方。リベンジ。せーの。おお、横顔に見えるよね。見える見える。いつも描いてる。うん。ちょっと惜しいけど。え、でもこれはやっぱりサイリウムのせいだね。ね。ペンライトだったらもっと綺麗だったね。いいじゃん。だんだん良くなってきた。ね、俺たち上達してる。うん、え、じゃあこれはいけるよ。花火。花火って限界があるんですよ、ゲンさん。はい。いやね、花火の何があれって、そう、終わってしまうっていうのと、終わったタイミングを測れないってところ。いや、そうなのよ。どこで終わるか未知数だから、最低でもなんか一番描きたいとこは早めに終わらせなきゃいけないっていう。ね、行きますか、花火。行きますか。とりあえず花火やって、うん、時間が余裕あったらペンライトもリベンジしよう。ああ、いいですね。はい。やっていきたいと思います。思います。やっと花火。ということで、
花火、夏だ夏だ、やっと来たよ俺たちに夏が、うん、これをやりたくて来たんですよ。まあぶっちゃけ花火アートはおまけで、これがやりたかったっていう説もある。まあ説もある、まあ、説もあるが、ちょっとやっていきますか。はい。で一番ね、この中で良さそうだったのが、うん、炎も気分もスペシャルマックス6カラーチェンジってやつってやつ、うん、じゃあこれでやりますか。いや、これだったら多分結構長い気がする。そうだよね、そうだよね。燃えるところも結構長いんだよね。そう、一番命が長いんじゃないかということで、じゃあさやさんからいく。さあ、さやさん点火。これ先、おー、いくよ。はい、スタート。おお、めっちゃいい花火だ。すごい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 。いいよいいよ、素晴らしい。あー、待って、いや、光が入ってきちゃう、ちょっと光が入ってきちゃう、ちょっと待って、光が、あ、終わった、終わっちゃった。まあ一旦止めるわ。じゃあではさやさんの花火アートどうなったのか、怖え、いきます。はい、せーの。これはさやさんですか。いや、これさやさんがこうと思ったんですかね。まあ、なんかライオンになってる、シャバーなってる。うわ、むずっ。ちょっと待って、もう一回やって、お願い、もう一回やらせてください。うわ、じゃあ僕の後もう一回リベンジするか。そうしよう。いや、いいいいいい、ちょっとこれはできるかもしれない。ちょっとこれはでも、うん、失敗だけどワクワクするわ。まあ、そうだね、うん、ちょっと僕やってみます。ゲンさん頑張って、お願い、私の敵を取ってください。じゃあ頑張って、ゲンさん。じゃあだから思い切りの良さの方が大事かもしれない、ね、いや、そう、ね、待って、大きくやることが大事かもかもしれん。うん、いきます、いきます。よ、さあ、つくかな。さあ、つきますか。あ、来た、ついた、お願いします。はい、なんか慎重派ですね。そう、ゆっくり、これはね、焦るからいけない。いや、そうだよ、俺たちこの炎を終わらせねえって書いてあった。そう、あの、すごい情熱的な花火なんだ。そう、情熱的な花火だということを情熱さやより短くないか。やばい、どうしてシュポって消えた。出ました。はい、こちら、あ、うわ、すごい綺麗、過去一綺麗。え、めっちゃ綺麗なのに。え、でもゲンさんがいるうちなんか目っぽくない。あ、確かに。え、すごい、これ芸術じゃない。ちょ、綺麗じゃない、すごい、分かっちゃったわ。ゆっくりやればいいんだ、ゆっくりやればいいんだ。ちょっともう一回リベンジさせて、ね、これちょっと、じゃあいきます。はい、来た、お願い。はい、いきます。ゆっくり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 すぎるとでもダメだが。そうなんだ、俺は目をここに入れたい。おお、入れた、目をここに入れた。そして上に大きく描いた帽子、帽子こっちに引っ張って、あーあー、ストップ、あー、花火むず、ちょ、タイムリミットがやばいわね。待って、でもこれを学んだってことはさ、はい、花火による学びからさ、ペンライトでのクオリティで最後ちょっとリベンジはしたいな。確かに。じゃあ行きます。はい、僕の花火チャレンジ、せーの、おー、おー、まあいい感じじゃない。でも難しいな。でもむずいね。でもちゃんと横側で、そう、横側の形は描けるようになってきた。帽子の位置がちょっとおでことかぶっちゃったね、うん、そうだね。 OK です。ちょっと、いや、お疲れ様です。じゃあさやさんの花火ラストチャレンジ、はい、いきます。お願いします。いいよ、長い長い、すごい長い。え、しかも飛び散り率が、ね、なんか最小限。決めポーズまで綺麗に。これいいよ。待って待って、これちょっと期待できるぞ。はい、いきます。はい、せーの、おー、いるよね。いるわ、さやさんみたいなやつがいる。うわ、惜しいな。ちょっと本当に次で最後にしたい。いや、もう本当、ゲンさん、いい加減にしてくれる。ごめんね、もう5時間も経ってるのよ。そんなやってない、そんなやってない、正直1時間ぐらい。いきます。はい、せーの、オッケー。ということで僕のライトチャレンジ、頼む、せーの、お、お、え、すごくない。うわ、過去一綺麗では、ある、一番絵になってる気がする。うん、え、なんかちょっとピコソミあるね。わかる、キュビズム。完全にキュビズム。え、すごいすごい、唇のことめっちゃ綺麗じゃん。すんごい綺麗。あとなんかさ、このビビビビってこう最後の方がさ、ね、いい感じで髪の毛に、そうそう、流れてる感じがいい、すごい。 OK です、とりあえず一旦さやさんに託しましょう。かしこまりました。いや、もうね、さやさんがね、最後花火で決めますよ。はい、いくよ。いいよ、ラストチャレンジ。今回長かったね。やっぱさっきのやつが根性なしだった。そういうことだ。はい、じゃあさやさんの、はい、チャレンジ、お願いします。せーの、え、おー、え、できてるんじゃない。割とできてる気がする。ねえ、おー、え、やったー。
できてますね。これできてるよね。できてるような気がする。まあちょっとなんかつむつむみたいなさ。わかる。はい。あ、楽しい。ちょっともう一回だけペンライトやらせてもらっていい？もう一回、マジでもう一回だけでいいから。終わらねー。頼むから。はい、エクストラステージ、おじさんのわがまま。どうしちゃった。行きます。はい、よーい、スタート。いやでもなんかダメだ、手応えがないな。手応えあったことあるか。ない。このさ、撮影において手応えがある状態っていうのは何なのか気になるんだけど。もうすっかり夜ですよ。ほんまよ。みんなはもしかしたらさ、すごい長時間撮影してるんだとかって思ってるかもしれないけど、うん、まあ2時間くらい、まあ、2時間撮ってないぐらいですね。じゃあ源さんのラストリベンジ。ラストリベンジどうなるか、せーの、ペッ。おー、いいんじゃない。おお、え、まあ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 、依然キュビズム。でも意図は伝わってほしい。うんうんうん、わかるわかる。なんかちょっとふくよかな感じになったけど、やっぱりゲンさん唇描くのうまいね。ね、なんかね、唇妙に美しいね。ね、おお。ちょっと僕の今回の限界はここでした。はい、はい、あのすんげえ難しかったです。すいませんでした。すいませんでした。負けました。申し訳ございません。嬉しい。謝罪エンド。リベンジ。リベンジ。あまりにも悔しくてちょっとリベンジしてます。はい。はい、オッケー。ストップ。さあどうだ。頼む。お。お。はっきりはしてる。あ、すごくない？今までで一番はっきりしてるかもしれない。やったー。顔が。